今回は BMW さんからせっかくアドベンチャーをお借りしているので、その期間中に本来の使い方をしてみようじゃないかということで、長野県までキャンプツーリングに行こうと思っています。燃料タンク、これはスタンダードモデルよりも約10リットル容量が大きくて、確か30リットル入るタンクだったと思いますが、実際にねワンタンクで、どれぐらい走れるのか、もしくはね、ワンタンク使い切らないかもしれないですけれども、ワンタンクでねどれぐらいのツーリングが楽しめるのかということも体感として味わえればいいなと思っています。で、今家を出てからちょうど100キロぐらい走ったところなんですけれども、実際にどうかというと本当にね疲れないんですよ。疲れを感じない要因はどこにあるのか、これは前々からね、気づいていたことではあるんですけれども、この荷物積載状態の BMW、 特にこのモデルに関しては、このように車線変更するときも荷物満載で、トータルの重量何キロになっているかちょっと分かりませんけれども、本当にシートにちょっと入力するだけで軽く車線変更できるんですよね。こんな感じで、もう車線変更のフィーリングは本当に空荷の時と全く変わらないと言っても過言ではないぐらいで、こういったね、ロングツーリングともなるとですね、高速道路上の車線変更も何回行うかわからないわけで、そういった時にですね、例えばシートにぐっと加重しないと車線変更できないとか、あと荷物を、ね、積んでいてそのお釣りが大きいモデルというのはその都度、ハンドルにちょっと入力したりとか様々な修正が必要となるわけですけども、そういった動作は全く不要。このあたりが目的地に着いた時の疲れの少なさに私は直接的に影響しているのじゃないかと思います。今日ですね、私もこれだけバイクに荷物を積むのは自分のバイクも含めてですけども久しぶりだなと思っているんですが、そういった状況でね、こうやって走り始めると、その電子制御式でプリロードもね自動調整なんで、家を出て走り始めた時とその高速道路を走っている時とではそのリアの足回りとかの感触がかなり違うんで、そのあたりでもね電子制御が効いているんだなという実感があります。これおそらくローダウン仕様だからということも影響しているんだと思います。実は荷物満載状態でもサイドスタンドで立てた状態からの引き起こしがすごい軽かったんですよね。ローダウン仕様っていうのはあんまり好きじゃないと感じることが多いと言いましたけれども、この R1250GS アドベンチャーに関しては、ちょっとねローダウン仕様のメリットを存分に享受しているといった感じです。で、今ねちょうど右手に諏訪湖が、カメラには映らないと思いますが、ちょっと映るかな、見えていまして、もうすぐね岡谷のジャンクションなんで、そこからね、長野方面に向けて一挙にという感じではないかなと思います。はい、岡谷ジャンクション、長野道方面ですね、松本長野方面、この先が長野方面ちょっと曲がってるんじゃなかったかな。そのあたりでね車体の挙動の軽さも改めて感じられるんじゃないかと思います。曲がってると言ってもね高速道路なんで大したことないんですけど、一応ね急カーブと書いてありまして、こういうところですよね、本当に軽い。そして足回りが盤石なので、荷物満載状態でも自分が狙ったラインを全然外さない、このあたりですよね、さすが。ご存知の方も多いと思いますが、あのジャンクションのところちょっと路面が荒れていて、今もねカメラに映ってたかもしれませんが、ちょっとガタゴトしたわけですけれども、ああいった時もね足回りは全くタイヤも含めてですけども盤石で、不安感がないというか何も起こらないというか、そんな感じですね。長野ということでこうやって走っているとですね、さっきも言った通りも木々が紅葉していて、こういう景色からももしかしたら想像がつくかもしれませんが、今日はね結構寒いんですよ。もうで私はどうなのかというと、実はですね防寒着的なものはあまり着ていないというか全然着てないんですよ。でこのジャケットにもインナーをつけていませんので、で私がねなんでそんな状態で走れているのかというと、やはりこれですよね。この
R1250GS アドベンチャーの一つの特徴でもあるこのウィンドスクリーン、これがね本当に優秀で、多分ここまでですね走行風にもろに当たっていたら、まあ、結構寒い思いをしてここに到達したんじゃないかと思いますが、あとねこのメーターパネルの下側両サイドにあるリフレクター、ウィンドディフレクター、それとナックルガード、これによってね相当ライダーは冷たい風から走行風から守られているという感じなんですよね。道路がちょっと濡れていますね。やっぱり天候がね変わりやすいんでしょうね。ちょっと降った感がありますね。戸隠キャンプ場、他は分かんないですけど、あのキャンプ場に関して言うと結構ね天気予報も当てにならないというようなところがあるんですよね。で戸隠に行くと私はいつもやることがあって、それは何かというと戸隠のキャンプ場の中にね美味しいお蕎麦屋さんが2軒もあるんですよ。で今回もできればねその2軒、それぞれねいただきたいなと思っているんですが、そのお店がねやってるのかやってないのかちょっと微妙なんですよね。なのでまずはねもうちょっとねカメラをいろいろ設定したりとかしてて、本当はねあと40分ぐらい早く着く予定だったんですけど、もう今12時45分ということで、まあ、まずはねその大きな目的であるねお蕎麦屋さんに行かなきゃいけないんで、ちょっとね買い出しはせずにそのままキャンプ場に向かおうかなと思っています。このコーナーを曲がると戸隠しに来たなっていう感じがするんですよね。そして GS の安定性、扱いやすさは相変わらずということで、荷物満載状態でねああいう曲がり込んだコーナーをクリアするのも楽勝なんですから、本当にこのバイクは扱いやすい。で、そうこうしているうちにですね気づくと燃料系のバーが10本あるはずですが、そのうちね満タンにしてきたんですが今5本消灯している状態ということで、結構使えましたねやっぱり。まあ、荷物満載ということもねあるんだと思いますが、走り始めた頃はね余裕しゃくしゃくだなと思ってたんですが、意外と片道で燃料系のバーが半分消灯か、意外とめちゃくちゃ走れるなと思ってたんですが、この感じだとそれほどでもないかなという気もしてきましたね。まあでも300キロ近くか、だからどれぐらいなんでしょうね、荷物満載状態だと航続距離500キロぐらいなのかな、500とか550とかそれぐらいなんですかね。はい、到着。いや久しぶり、これでよかった今年も。じゃあね、買い出しに出発したいと思います。いや本当に今日はね平日なんで人も少なくてね空いてて最高です。おろくしくもダート、おお何ここ、素晴らしい。ちょっとタイヤがね
バトラックスアドベンチャーなんで、ちょっと本来こういう場所を走るタイヤじゃないんだけど、これぐらいだったらまあなんとか。ああまあやっぱりね、タイヤ食いつかないね。まあでもね、一応そこはサスがよく動く GS なんで。うわマジでここすげえな。今回このアドベンチャーではダート走る予定はなかったんですけど、くしくも偶然にもねダート走行したんですけど、何ここすごい。でまあこういうねフラットダートを走った印象としては、そうだね、やっぱり走りづらい、これはもうタイヤだと思います。バトラックスのねアドベンチャー仕様のタイヤなんですけども、アドベンチャーバイクでオンロードをツーリングする人向け専用タイヤという感じなので、まあやっぱりねあれぐらいのダートでもやっぱりちょっと気を使うところありますね。特にリアタイヤがもうなんていうか道の石ころを弾いてる感じ、リアのグリップ感はほぼないと言ってもいいと思います。まあほぼないと言っても走れますけどね。これは完全に道に迷いましたね。まあいいか、こっち行ってみっか。あ、この先行き止まりか、というかナビにはそう出てる。もう道がここで切れてますね。とか言いながら行けるパターンじゃない、違うかな。おろダートになっちゃった。いや良さげな、良さげな林道だな。ちょっとだけ行ってみましょうか。ちょっとだけ買い出しだっちゅう。ちょっと道がね濡れてる感じもあるんで、ちょっとねこのタイヤでスタックしたら嫌だなとは思います。ああまあでもねこれぐらいの路面、こういうね石が少なめの路面であれば、まあこのタイヤでもね、まあ、十分じゃないですけど大丈夫かなっていう感じで。この間スタンダードモデルで走った林道っていうのは、多分ねカメラだとそんなに難しそうに映ってないと思いますが、あの林道はね本当に難しいんですよ実は。それから比べると、まあ、これぐらいの、ね、林道というかダートであれば、まあ、通過するのは、ね、全く問題ない、このタイヤでも。まあ、でもやっぱりね、近年の GS、やっぱりリアタイヤ、まあ、フロントもそうですけど、ちょっと太いんで、地面に食い込まないんで、まあ、そこら辺がね、特にタイヤパターンとの兼ね合いもあって、このタイヤだとという感じにはなりますね。いやここら辺自分も GS できたら楽しめるな。これはどこまで行くんだろう、抜けてんのかなこの林道。そもそもただリアサスはやっぱりスタンダードと同じくよく動いてくれているんで、まあハンドルバーをねしっかりやっぱり押さえていないと足をね足元をすくわれやすい感じはあるけれど、まあでも私がかつてイメージしていた新しい世代の GS の中ではよく動く方だなと。タイヤもね結構いけそうだなという感じ。あ、ここでもう終わりかな。ゲートもね閉まってるみたいですね。はい、じゃあ折り返したいと思います。
まさか今回ねダート走る予定ありませんよと言っていましたが、この旅先でちょっとしたダート走行をするとは思いませんでした。あとフロントタイヤのねグリップ感がやっぱりないんで、ちょっとねコース選択の自由はやっぱり効かないかなという感じ。はい、ようやく左側に移れましたけど、まあだからそうですね、試乗レビューの時にコメントしたかどうか忘れましたけど、こういうダート走行もねこのアドベンチャーで楽しみたいよという人はオーダーしてもね選べないんで、それはもう運なんでしょうがないですけども、せめてねミシュランのアナキーアドベンチャーを装着した個体がお手元に届いたら、もうそれはこういうところを走る人にとってはですけどラッキーだなと思いますね。いやそれにしても結構やっぱ最近の、まあ、エンジンの制御技術がすごいんだと思いますが、やっぱりね近年の GS 水平対向に一エンジンでもかなり、これ左も行きたいんですけどやめときましょうね、買い出しだっちゅうんです。いやそれにしてもね本当に近年の GS、 私やっぱりちょくちょくコメントしていますが、水平対向に一エンジン、ボクサーエンジンってごくごく低回転機、本当にアイドリングからこうスロットルがこう本格的に開くか開かないかのその部分って弱いと思っていて、粘りがないなとこれまでコメントすることが多かったんですが、その部分に関してはね、あとは本当にいいエンジンだと思いますけども、ただ近年はねやっぱりその低回転機、ごくごく低回転機でのエンジンの制御が進んでるんでしょうね。エンストするような気配は全くなかったです。はい、買い出し完了ということで、おお、ほんと短い道なんだけど、またこのススキがねとてもいい。スタンダードも良かったですけど、アドベンチャーもタンク形状がね、よっかかる部分は変わらないのかな。このアドベンチャーもスタンディングはやりやすい。ハンドルバーとステップ、タンクの高さなどがぴったり合ってるんで、立ったまま本当にいくらでも走れるといった感じ。こっちもこの景色か、いいね。ビール買ったのにこんなことしていいんだっけ。ダメだよね、これはキャンプ場に着いてすぐにビール開けない方がいいかな。まあまあシェイクしてる可能性がある。はい、ド
チャーク。ジンギスカン肉を丸ごと、あれ今日の戸隠はね、撤収作業中に雨が降ってきまして、まあいつもの通りね撮影できなかったんですが、まあお世話になりましたということで帰路に着きたいと思います。なかなか快適でした。はい、であとですね、高速道路に乗る前にガソリンスタンドあるんですけども、今回はあえて給油せずにね、だいたいどれぐらいこの R1250GS アドベンチャーの航続距離があるのかを確認したいと思います。あとガソリンの残量は燃料計10コマのバーで表示されていますが、4コマということでどれぐらいまでいけるのか。一応メーターの情報表示だと、あと何キロ走れるのかな、234キロ走れることになってるんで、まあただそれまでには多分燃料の、ね、警告が出ちゃうと思うんで、ギリギリ前に給油することになるとは思います。はい、じゃあね、来た道を帰りましょうかね。中央道経由で帰りたいと思います。いやー天気悪いけど山がすごいよく見える。今ちょうど千曲川を渡るところですけども、雨がね降ってきました。で今回はねゴードウィンさんのゴアテックスハンタージャケットを着てきています。でパンツの方もねゴードウィンさんの防寒対策が施されたものを着用していますが、まあ、特にね上のゴアテックスのハンタージャケットに関してはこういうシチュエーションでは本当に頼りになるなという感じ。もうさっきからね、結構降られていますけれども、全然この強い走行風の中で雨をね浴びても水が侵入してくる気配すらないですね。今雨が強くなってきたんで、このアドベンチャーのウィンドスクリーンを最も高い位置立てた状態にして走っているんですが、こうやって体感してみるとこのウィンドスクリーン相当優れているなということがわかります。でよくウィンドスクリーンの上端部からこう直接水滴が飛んでくるパターンもありますが、このモデルに関してはそれが全くないわけではないですが、結構少ないようですね。まあ、できるだけねこうサイドに振り分けて、そして最終的にはこの角から外側に飛ばすっていう、そういう設計になってるんでしょうね。スクリーン上端部から私の方に飛んでくる水滴というのはこうして見ているとかなり少ないといった感じです。速度を90キロぐらいに抑えて燃費を稼ぎつつ走行していますが、ついに燃料計のバー見えますかね。10コマあるうちの8つが消灯し残り2コマということで、この状態でどこまでいけるか。ということで双葉サービスエリアの豚丼をいただきたいと思います。わかりますか、上に豚肉があってご飯があって、その下にまた豚肉があるっていう、豚肉が二重になってるんですね。とても美味しいです。おすすめ。